ちは、セカです。今日はいつも作ってる朝ごはんの紹介をしていきます。で、この朝ごはんなんですけど、フルーツボールなんですよ。オートミールにフルーツを乗せて、その上にナッツだったり蜂蜜だったりトッピングした簡単にできる朝食になってます。便秘や肌荒れに悩んでる人にすごいおすすめで、早速紹介していきます。最初なんですけど、オーバーナイトオーツって言って、前の晩にオーツ麦をアーモンドミルクだったり豆乳だったりに浸して冷蔵庫に入れておくっていう、これが前日の晩に仕込んでおいたオーバーナイトオーツになります。で、私が使ってるオーツ麦なんですけど、これ使ってます。内容量が5キロぐらい、 4.5 キロか。あとはこれ、ホワイトチアシード、水に入れたらふわって広がるプチプチしたやつ。本当はアーモンドミルクだったり豆乳だったりで仕込んでおいた方がいいんですけど、今節約のためにミネラルウォーターでやってます。それでも全然美味しいです。フルーツ切っていきます。私すごいこれリンゴが好きで、リンゴ食べると医者いらずになるみたいな、なんか言葉あるじゃないですか。フルーツの中でも健康にいいものだと思ってるんで、で、なんかこういう6入りで59パぐらいのちょっとお買い得なやつあるじゃないですか。で、これいつも買ってます。あとはバナナですね。ちょっと豆知識なんですけど、生ゴミを冷凍庫で保管するのすごいおすすめ。次はこれですね、種なしぶどう。このミックスなってるのがいいよね。どっちもすごい甘いんですけど、香りが違うんですよね。で、そこがまたいいっていうか、だいたいこれぐらい入れてます。あとはこちらです。じゃ、博多あまおう、なんかちょっと贅沢な気分。なんか全体的に傷んでる。最後にこちら、そこのミックスベリー、2キロくらい入ってて大粒でおすすめ。じゃあフルーツが盛り終わったんで、次はナッツ入れてきます。全然残ってない。これを全部入れていこうと思います。これはこれぐらい入ってて、アーモンドとクルミとカシューナッツとマカダミアナッツまで入ってます。で、次がこれです。カカオニブ、ハイカカオが体にいいっていうのは話で聞いてたんですけど、もうそれならもうこのカカオそのものを食べた方がいいんじゃないかって思って、で、そっからカカオニブにハマって食べてます。で、こんな感じですね。シナモン入れます。で、シナモンはなんか血糖値を下げる役割があるみたいで、老化防止にいいです。取りすぎは良くないんで、ほんのちょっとだけ入れます。次はこちらですね、ジャラハニーって言って、マヌカハニーと同じ効能があります。このジャラハニーなんですけど、味も美味しいんですよ。なんか黒糖みたいな味がします。こちらもおすすめですね。マリーハニー、これはなんか普通のアカシアの蜂蜜みたいな感じの味するんですけど、こっちの方は癖のない味ですね。で、これをほんの少しだけ入れます。オリーブオイル入れます。ちょっと苦味があるんですけど、サラッとしてて香りがフレッシュでおすすめです。で、このオリーブオイル、痩せる油としても、まあ、すごい有名なんですけど、ひどい便秘の人にぜひおすすめしたいです。私もう元々は1週間に1回、もうそれ以上くらいしか出ない体質だったんですけど、なんかオリーブオイルを毎日摂るようになったから、毎日スッキリするようになったので、便秘解消におすすめです。完成です。では、いただきます。このカカオニブとイチゴ一緒に食べたらね、
もうまんまいちごチョコで美味しい。うん、でトッピング、最近はもうずっとこのトッピングで、まあ、食べてるんですけど、前はあの豆乳ヨーグルトを入れてて、おすすめの豆乳ヨーグルトがマルサンアイの豆乳グルトっていうやつ。味的には豆腐に近いんですけど、一番ナチュラルな味。それもここ2年さらにプラスしてもらえれば、もっともっと美容と健康にいい朝ごはんになって、いい一日の始まりになると思います。食事をちょっと意識しようと思ったきっかけがこの本なんですよね。で、この本に健康についてのこととかいろいろ書いてあって面白くって、続編もあるみたいで、こちらはちょっと全然まだ読んでないんですけど、まあ、ちょっと前の本なんですけど、すごい面白いんでぜひ読んでみてください。これ食べるだけでなんか一日がねすごい幸せな気分になるんで、ぜひ試してみてください。毎朝のプチ贅沢です。